韓国に駐在するアメリカ大使が襲われた事件で、アメリカ政府は当時の韓国側の警備体制などについて調査していることを明らかにしました。にも問題があったとしています。弁護団は悪質な医療過誤であるとして刑事告訴も検討しているということです。インターネットで買い物した世帯は全体の4分の1余りで、支払った金額は平均で3万1000円ほどだったことが分かりました。総務省が初めて行った調査によりますと、今年1月にネット上にする法改正が必要だと強調しました。姉妹の日常は機銃掃射が引き裂かれ、低空の空襲映像を初公開。9日月曜夜。